アロー2の発射試験アローは、イスラエルの弾道弾迎撃ミサイルである。開発製造の主契約企業は IAI。アメリカ合衆国の資金及び技術援助を受けて、開発された。ミサイル発射機、レーダー、射撃管制センターを含めた迎撃システム全体を、アロー兵器システムと称する。本校は、兵器システムを含めて記述する。アロー1は、 開発段階で終了し、実際に配備されたのは、その発展型であるアロー2である。アロー2迎撃ミサイルは2段式の固体燃料、ロケットモーターで、最大速度は、マッハ9に達し、飛来する、弾道ミサイルを、高度10から 50km で迎撃する。終末誘導は、赤外線センサー及びアクティブレーダーを併用。アロー2システムの、 各要素はトレーラーによる移動式であり、6連装ミサイル発射機、フェーズドアレイレーダー、射撃管制センターから構成される。フェーズドアレイ式のグリーンパインレーダーは14、目標の追尾能力と 500km の捜索範囲を持ち、飛来する弾道ミサイルの追跡、迎撃ミサイルの誘導も合わせて行う。射撃管制センターは、 パトリオットミサイル発射システムとの相互運用性を持ち、アローで打ち漏らしたターゲットの弾道データをパトリオットの発射システムに渡して迎撃を引き継がせることが可能となっている。イスラエルは周辺の中東諸国が配備を進める単中距離弾道ミサイルに対処する必要から1986年に弾道ミサイルの迎撃を目的とするミサイルの 共同研究を米国と開始し、1988年に、イツハクラビン国防省は、米国との共同開発合意書に調印した。1990年8月に、初の発射実験が行われたが成功せず、その後の死者も失敗が続き、開発は難航した。1991年の湾岸戦争において、実際に、 イラク軍のスカッドミサイルによる攻撃を受けたことは、迎撃ミサイルの開発が促進される大きな契機となる。1994年6月に迎撃テストに初めて成功。その後アローは、ミサイル本体を小型化し、性能を向上させたアロー2の開発に移行した。 1996年8月にアローニによって行われた初の迎撃試験は成功し、その後の迎撃試験も標的ミサイルの迎撃に良好な成績を収めた。2000年3月14日、アローニを装備した部隊がテルアビブ南港のパルマヒム空軍基地に展開された。戦域ミサイル防衛専用に開発された迎撃ミサイルが実戦配備されたのは、 これが世界初のことである。現在はイスラエル国内の基地に3つの迎撃部隊が配備されている。2017年3月17日にイスラエル空軍機に向けシリア防空軍の S-200 高高度死体空ミサイルが発射されたことからアローににおいてこれを迎撃ミサイルを破壊した。成功した理由についてイスラエル側は S-200 S の飛翔や特徴が弾道ミサイルと告示していたためと明らかにした。ありがとうございます。